くらえ、オラの元気だわ。違うよ。え？はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、ちょっとアングルが違いますね。なぜかというとですね、今日はこちらを紹介したいと思います。これ電池ね。見えるかな、ちょっと薄、ちょっとぼわっとしちゃってるかな、ちょっと暗くするね。はい、これでございます。この電気、シーリングライト、 LED シーリングライトを購入しましたね。型番がですね、 LECAH1000C ってやつかな。10畳用の LED ライトを購入しました。はい。なんでかっていうとですね、今までですね、うちはあの傘タイプの電灯を使ってましたね。なので、ここからですね、こう直にですね光が降りてきたので、エイシン君のね顔にやっぱ影が出てたんだよね。まあ今も出てると思うけどさ、前よりかいいと思うんだ。まあいろいろですね、ライトを試行錯誤しておりまして、あのこの前もね、UUUMのあの2周年パーティーの時にですね、ビューティー系の YouTuber の方々にですね、ライトどうやってるんですかっていうですね、いろいろ相談してきました。相談っていうか質問してきました。でやっぱね、後ろもうちょっと明るくした方がいいのかなっていう風なまず判断で、第一弾としてこのライト変えてみましたね。このライトなかなかいいのが、4つの色合いをですね、このリモコンで簡単に操作できるんでね。ではまずやってみましょうか。今ですね、図書館になっております。読み書きするのにいいんだってこれ。で蛍光灯にしましょうか。はい、青くなったでしょ、ね、さっきまでね肌色っぽい色だったけどね。じゃあ今度食卓団らんってやつ、ほらなんか色が違くなった。そう、これだとね、多分ね、お肉とかがねすごい美味しそうに、ね、見えると思うんだ。じゃあ次、電球色です。おい、暗いよね。暗い。あ、なんか一気に夕方っぽくなったね。それでこの辺で明るさの調整ができますね。やってみましょうか。もうちょっと暗くしていきましょう。はい、どんどん暗くなる。今こっち側に映してる LED ライトの光ぐらいしかないね。こんな感じで結構暗くなったね。一気にこの前灯でですね、明るくすることができます。ほら、あ、一気に戻った、ね、一気に戻ったよね。一気に戻った。これは蛍光灯で明るい感じかな、一番。なんで図書館、うちはね、この図書館が一番いいかな。そうだ、図書館でレベル下げてみたら明るさを。あ、明るさちょっと下げてみるか。下がるかな。あ、一応下がってるね。一応下がったね。あ、こんな感じ。なっちゃう。図書館ではこんなことはないよね。もっと下がる。こんな感じか。はい、ということでですね、今回ちょっとかなりですね、ダルダルな動画になっちゃったと思いますね。あの下からのアングルだったので、私のですね、ザ20アゴもですね結構出ちゃったかな。あと鼻の穴の中もですね、皆さんにお見せしちゃったかなと思うんですけど、エイシン君の鼻の穴も見えちゃってるよ。ということでですね、今回はですね、この LED シーリングライトをちょっと変えたっていうお話でございましたね。そうです。本当は機材つながりでこのですね、リニアレコーダー、これも紹介しようと思ったんですけど、これまたですね別の機会に紹介したいと思います。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。これね、 LED がね、こっち側で補助灯で使っている LED がですね、熱くなるとファンがふわー回り始めるんだよね。もうこれがねうるさくてね、これもしかしたらライトも変えちゃうかもしれないね、将来的にね。